使えば情報の一部を引き継いでもう一つの物語を始めることができるわ。これで選択はなされたわ。あとは定められた運命が導くままにお行きなさい。それじゃあね、また物語の中で会いましょう。エンジョイチャット、ようこそエンジョイチャットへ。チャットルームを選択してください。ウェルカム。Good. この世の中にはヒーローが活躍する物語が溢れている。彼らは様々な事件に遭遇し、強大な敵に立ち向かっていく。仲間たちと力を合わせ、世界を危機から救い出す。だけど、その物語には脇役が存在する。あるいは、登場すらしない人々も。僕はある年齢を過ぎた頃から、自分がヒーローではないことに気がつき始めた。この世界にとって、僕は脇役に過ぎず、物語に登場することもない。でもいつかはヒーローになれる。その時を夢見ている。これは、そんな僕の物語。ついたな。こっちの声は。よし、一せ。およ、なんかが。こっちは問題ない。見えてるよ、お兄ちゃん。そのこと、デジタルウェーブの異常か。なら仕事にし。うん。やっぱり。優しいね。そういうんじゃ。言ったはずだ。仕事を始める。おいおい。強敵の名はどこのチームにも。クライアントはエデン。見つけ次第ボッコボコにして。同じアカウントで悪どいハッカーには。私たちは。ああ、もうわかっ。まずは空論にいる。はいよ、待っ。じゃ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 ーん。聞いて驚け。このマルウェアは至近距離に近づく。聞き込みで怪しい。リアルでもこっちだ。お前がチームに入った。もう一度言う。お手並み。違う、俺だ。お前、この伝言を。何か分かった。上出来。警戒され。すぐにやつ。30秒ちょうだい。お前の仕込んだハチドリちゃんを通信記録から逆探。見つけたよ、そのエリア。ご覧の通り、早いだろ。やつは近い。俺も行こっか。いや、じゃあそこで待機して。お兄ちゃんがいるからって別に心配してるわ。あとなんかお嬢。わざわざ言う。期待してる。私は、その男の名、なぜこんな、私は、俺は一種の人。本当にやるのか。ハッカーを、犯罪者を捕まえ、その刑って、なあ、お、それじゃあ、本気みたいだ。でも、クーロンって知って、そこに、闇マーケット、そこに行けば。おい、そこのモブが。お前だよ。お前、マーケットは。そんなとこだろうと思ったぜ。聞きたいこと、そうだな。何を買う。ここは、その売人である。そんなことも知らないで来た。そういや、どうせお前も、そいつからわけもわ。ここからか。デジタルモンスター。誰が、ハッカーは、珍しい。一世代前。今時。そこから、デジタルモンスター。誰が作る。ハッカーはそいつ。珍しいで。一世代前のハッカー。今時その。デジモンキャプチャー。デジモンキャプチャーは、その後、コンバート、間違える。その技術は、でけえじ、さて。お前、それか。長いこと新米にはそいつにするのか。さっさと決めな。そいつにするのか。さっさと決めな。そいつにするのか。さっさと決めな。そいつに。じゃあデジモンキャプチャーを出しな。ん？はあ？素人が。って冷やかし。余裕しゃくしゃく。ずいぶん頭にきたぞ。デジモンも何の騒ぎだ？見ればそいつはどうも口を挟むんじゃねえ。廃棄品面白い。はあ？デジモンキャプチャーだ。やるよハッカーど。何をビビってやがる。俺たちハッカーが揉めたら解決する方法は一つ。ここでこのやり方。どうせ何も知らずにだがにどうする。お前と戦いたいとよ。スキャンもコンバートもした。だがおい数を合わせないと不公平ってもんだ。はじめハック開始だ。悪くなかった。勝負はついた。ハッカーなら余計なことしやがって。おいやめろ。すまないリュウジ、俺たちマーケット。構わねえよ。お前もだ。今回は手を貸してやったが、どんなもんであれそれを手前わかり騒がせ。お前も来い。いいのか。そいつはお前に懐いて使ってやれよ。で、なるほど。それでお前はてめえのアカウントを買ったは大層ご立派だと言い、エデンはつまり片木のガキ諦めるんだな。実はな、俺はエデンのハッカーはお前うちに入れてやっても。だが俺と組むということはてめえの面に唾を吐いて偉そうに言っちゃいる。もしそこまで俺たちがどうする。よく言った。情報収集行くぞ。ハック開始だ。悪くなかった。あいつだ。おい、そこちょうどいい。ミラや、この辺だとよ。ありがとう。だ、おい、何にちくしょう。忙しいとこだが。なんだお前ら。フーリエだ。便利屋か。察しがいい。ユーゴから。ザクソンの犬は引っ込んでな。上出来だ。安心しな。アカウントとぼけるとアカウント破壊だけじゃ。お、ほ、なんなの。確かに。待て！残念。あ！なんだ？あれは。こいつはやばそうだ。逃げるぞ。追っておけ。待てよ、冗談だろ。エリカ、千歳。さあな、どうも最近、たかだか最初のやつが外れな、それとも、それもいい、続けるもいい。少なくとも、試験は合格。お前は、店に戻るぞ。